こんにちは。本日も皇室の話題を取り上げて参ります。世間から厳しい視線が向けられ続けている秋篠宮家。積極的に公務を行い、国民の信頼回復に努めているようですが効果はあまりないようです。そんな中、秋篠宮家次女の佳子さまがある手術を受けられ、紀子さまは激怒されているとか。今回は、紀子さま激怒も、佳子さまは逆切れか について一部記事を引用していきながらご紹介していきます。合わせて、司法試験に無事に合格した小室氏、今後の仕事についても一緒にご紹介していきます。それでは早速、一つ目の記事の内容に入ります。二度にわたり、司法試験に不合格になってしまった小室圭さん。 受験回数が増えるほど合格率は低くなると言われており三度目の受験では平均20%前後と言われていました。そのためネット上では、どうせ今回も不合格だしそろそろ転職した方がいいよ。マ、ま、コの言いなりで受けているだけだから、合格するつもりはないのだろう、といった辛辣なコメントが数多く寄せられていました。しかし、そんな予想とは裏腹に三度目にして、ようやく合格をつかみ取った小室氏。 合格というニュースは、瞬く間に日本中を駆け巡り話題にもなりました。そして現在、勤務しているローエンスタイン中黒サンドラー法律事務所では小室氏のプロフィール写真が新たにホームページ上に掲載。早くも弁護士として期待されているようです。法務助手から弁護士となり年収も600万円から3000万円前後になると言われています。急激な物価高で、 ニューヨーク市民のお財布を直撃している中小室夫妻の生活の基盤は、ようやく安定することでしょう。将来の道も大きく開けたことで、真子さんも胸をなで下ろしていると思います。しかし、喜んでばかりもいられません。弁護士となった小室氏ですが今後、乗り越えなくてはいけない試練がいくつかあるそうです。まず弁護士として実力をつけるべく、過酷な仕事づけの日々を送る必要があります。 当面の間、ベテラン弁護士をリーダーとするチームに入り法案案件に取り組むそうです。ですが、新人弁護士が行うのは、証拠保全のためのリサーチや、判例検索など。仕事が多忙な上、自分のステータスを高めなければ顧客を獲得することはできません。生き馬の目を抜く厳しい競争社会のニューヨークでは、学歴や肩書きではなく、実力と人脈が全てです。 人脈を広げるためには、より多くの人と出会う必要があり時にはニューヨークの社交界へ、足を運ぶことになるかもしれません B そうした場合、多くのパーティーは婦人同伴が基本のため眞子さんも一緒に行くことになります。元プリンセスの眞子さんが社交界の場に出れば、小室氏よりも眞子さんと交流を持ちたいと思う人々は、多いのではないでしょうか。眞子さんは不本意かもしれませんが小室氏にとっては、 自分を売るビッグチンスです。しかし、マコさんは複雑性 PTSD と診断され、療養していました。大勢の人の目にさらされる場に出れば、確実にストレスを感じることになります。仕事を選ぶか、家庭を選ぶのかこれからの将来について、夫婦で十分に話し合ってほしいですね。以上が一つ目の記事の内容になります。 日本の元プリンセスの夫という肩書きは小室氏にとって魅力的なものだと思います。しかし、利益だけ求めれば自分の身を滅ぼすかもしれません。こんなはずじゃなかったとならないよう、小室夫妻には夫婦で頑張っていってほしいですね。続いて二つ目の記事の内容に入ります。真子さんの結婚騒動以来、多くの人々から厳しい視線が向けられ続けている秋篠宮家。現在、 数多くの公務に取り組まれ国民からの信頼回復に努めているのですが、効果はあまりないようですそんな中、再注目を集めているのが秋篠宮家次女の佳子さま。以前から佳子さまは、優れた美貌の持ち主と注目を集めており、公務の際、お姿を見せられるたびに、佳子さま中黒中黒中黒以前よりも綺麗になった気がする。佳子さまがいらっしゃるだけで、周りの空気が変わる。 華やかになる、子様の公務が増えてる気がするけど、無理しないでほしい。といった声が SN、SNS 上で寄せられており、スマート FLASH では、これまで眞子さんが担っていた公務を、佳子様が引き継がれ以前よりも、よくお見かけするようになりました。眞、ま、子さんの結婚で、佳子様のご負担が増えたように、年々公務の担い手が減っていることが懸念されています。 皇族型の無理なご負担がかからない大久内庁には議論を進めてほしいといった内容を取り上げていました。以上が二つ目の記事の内容になります。皆さんはどう思われましたか整形手術代は数十万円とも言われておりその財源はもちろん私たちの税金です。秋篠宮家はもう終わりだ中黒中黒中黒と思った方は応援してください。こんにちは。 1> 1月2日に行われた実に3年ぶりとなる新年一般参加ネットメディアでは秋篠宮さまが愛子さまに働かれた不敬行為などが話題となった一方でマスメディアは天皇陛下が参加される皇族方へマスクの着用を義務付けられたことなどを中心に報じていますそんな中秋篠宮さまの立ち位置の違いを正した愛子さまに対して紀子さまが放った一言が物議を醸しています 今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、愛子さまに関する話題をお届けします。ここからは一部引用を含みます。さて、昨年12月に21歳になった愛子さま。最近は青年皇族として二つの変化が見て取れると、皇族ジャーナリストは次のように述べています。 愛子さまの変化一つ目の違いはその服装。普段着は品のいいラウスや淡い色のカーディガン。初公務では丸首のドレスに帽子中黒パールのアクセサリーをつけられるなど、これまで定番のファッションが目立ちました。その一方で、今回の愛子さまはライトブルーのドレスを着用されていました。特徴としては、襟がマンタリン中黒カラーだったこと。 実は中国風アイテムをアッションに取り入れるのが、ここ最近若者のトレンドになっているのです。皇室行事の礼装であるローブモンタンとは高い立ち襟が特徴ですが、愛子さまは襟の中央を丸くカットし、若い女性に人気があるチャイナドレスを思わせるスタイルジュエリーを最小限にした装いがシンプルで、凛とした佇まいを感じさせましたね。そして二つ目の変化は髪です。 愛子さまといえば昔からストレートのロングヘアでした。小学校の頃から髪を伸ばされ、雅子さまとお揃いのフワップのことが多かったのですが、元日に公開されたご一家の新年用写真では違いが大きく感じられました。雅子さまのシャープな髪型とも違い、緩やかに髪を巻いて左側だけ前に下ろしていたのです。静かな笑顔も相まって、これまでとまた違法と人びた優雅な印象を感じましたね。 流行を取り入れ、髪型も一層大人ピた愛子さま。実は年末に、いわゆる推しのイベントにも行かれているのです。昨年12月4日のことですが、愛子さまは世田谷区の後藤美術館の特別展にお忍びで現れたのです。平安時代末期の歌人一採行にまつわる作品が展示されていたのですが、採行は恋の歌で名を馳せ、容姿丹麗との逸話も残る人物。 恋の悩みに涙する心境を綴った歌は f 百人一首に採用されています。愛子さまは学習院大学で日本文学を学んでおりまた百人一首好きでもあるため、採用の歌にご興味がおありだったのでしょう。さらに、ご卒業後は新たな挑戦をする可能性もあると言われています。タイミングはわかりませんが、おそらくイギリス留学をなさるのではないでしょうか。今夏頃には、 宮内庁から天皇皇家に対し、ご卒業後のご予定をお伺いするのではないかと思います。以上が一つ目の記事の内容です。やはり愛子さまは皇室にふさわしい品格と知性が感じられますが、天皇皇后両陛下の教育の賜物なのかもしれませんね。その反面秋篠宮家は、何にも縛られず自由に育てることが本当に正しいのか、つい疑問に思ってしまいます。 どちらが天皇に相応しいかは、一目瞭然だと思いますね。では二つ目の記事に移ります。さて、一月二日に三年ぶりに行われた新年一般参賀。ネットメディアでは秋篠宮殿下が愛子様に働かれた不敬行為などが話題となっていましたが、地上派では天皇陛下が皇族方へマスクの着用を義務付けられたことなどを中心に報じていました。内情に詳しい皇室ジャーナリストは、 次のように述べています。陛下が皇族方のマスク着用を決定されたのは、宮殿の両陛からが立たれた場所は換気が難しいこと、限られた空間で比較的密になること。また、上皇ご夫妻や高齢の皇族も一緒であることなどとしているのですが、どうやら真の理由は別のところにあったようです。というのも、実は上皇ご夫妻は一般参が行われる前の年末あたりから、 体調を崩されていたのです各種メディアも上皇ご夫妻が風邪をひかれていたことを報じているのですが、どうやら天皇陛下は、一般参賀が行われる前から上皇ご夫妻の体調不良についてご存知であったようです。もちろん、一般参賀の参加者の中には陛下や皇族方のお顔を拝見したいという国民も多いですからね。参加者と皇族方の間には仕切りもありますし、 思い切ってマスクを外して一般参賀に臨まれても良いのではないか、といった意見も存在したようです。陛下は当初、新型感染症やインフルに感染している可能性もあるから、上皇ご夫妻には欠席願いたいとのご希望を宮内庁に伝えられていたようですが、美智子さまが何が何でも一般には出席するとの意思を示されたため、やむなくマスク着用での参加を許可されることになったようなのです。このように、 風邪をひかれた状態での上皇ご夫妻の一般参賀の参加に関してネット上ではコテロなどとも呼ばれているようですが中黒中黒中黒とはいえ、やはり何よりも注目を集めた事件は秋篠宮殿下の立ち位置の間違いでしょう。ネット上でも大いに話題となったこの殿下の立ち位置間違い事件ですが、この出来事の直後にもある事件が起こりました。実は、陛下に注意を促された愛子さまに対して、 キコ様が脅迫まがいの暴言を吐かれたことが宮内庁内で問題になっているようなのです。秋篠宮殿下が立ち位置を間違え、それに対して愛子様が注意をされたのは三度目のお出ましの際のことでした。この時の去り際にキコ様は、わざわざ愛子様の前を横切って帰って行ったのです。キコ様が愛子様の目の前を横切られた直後に愛子様は青ざめた表情となってしまい。 一瞬顔を引きつらせていたのですが、中黒、中黒、中黒。どうやらこの時、紀子さまは愛子さまに対して、いい気になるなよ、などと耳打ちされていたようなのです。おそらく、二十歳そこそこの年齢の愛子さまが殿下に注意したことが、よほど気にいらなかったのでしょうね、以上が二つ目の記事の内容です。実際に耳打ちされた場面の動画が YouTube などに上がっていますが、確かに紀子さまが目の前を横切られた瞬間、 愛子様の表情が引きつっているように感じられました。おそらく通りかかる際、何か言われたのは間違いないでしょうね。常に悪意を持って生きている人というのは、町中でもすれ違いざまに悪態つく言葉を平気で吐きます。これは紀子様も同様でとても皇族らしい振る舞いとは言えないですよね。やはり皇族としての品格が、秋篠宮家は欠けていると思うのですが中黒中黒中黒。中黒中黒 そんな貴子様ですが、以前一家の財政状況に不安を持った結果、とんでもない金策を働いたことを皆さんはご存知でしょうか。続いてはそちらについて紹介いたします。さて、皇室の費用には天皇家の私費は内定費、秋篠宮家のような宮家の私費は皇族費、皇室全体の皇費は宮廷費という三つの枠組みがあります。経済面から見ると、 天皇家にいる雅子さまと三宅の紀子さまの立場は大きく異なるわけです。例えば、雅子さまが実家の母親にいくら長電話をかけても、お手元金、私費、から電話代を払うことはありません。天皇家の電話代は私的なものでも公費、宮廷費、で支払われます大ところが、紀子さまが実家の川島家に電話した場合は、私的な費用、皇族費、から払う必要があるのです。 皇室ジャーナリストの森長平氏はこのように述べています。こういったコストパフォーマンスを考えると、秋篠宮家が宮家にとどまるという選択をしたのは、ある意味いたしか方ないことだと言えるかもしれません。このように天皇家と宮家の経済の違いは多岐にわたりますが、その一方で同じ費用の枠組みが取られているものが、教育費です。皇室では、悠仁さまの教育費も愛子さまの教育費も、 救定費ではなく内定費と皇族費から支出されています。悠仁さまの学費が私費なのば三宅皇族なの理解できますが、愛子さまの学費が私費なのは知らない人もいたのではないでしょうか。愛子さまは現在学習院大学に通われていますが、その授業料は私費の内定費扱いになっています。ところが、仮に愛子さまが男の子だったとしたら、授業料は公費の救定費になっていたということになります。 このように、男女で扱いが異なる背景には、女性天皇が認められていないという問題があります。最近では週刊誌でここぞとばかりに紀子さまがお金に汚いということが報道されていますが、実際のところ宮内庁関係者の話を伺っても、品位を保つ生活には先立つものが必要。秋篠宮家は特にお金がかかると紀子さまが述べられているのは事実のようです。 秋篠宮家の香美やかで優雅な品位を保つために悠仁さまの教育費が削られるのが現実となっているのです。ですが結局の所宮家という道を選んだのは秋篠宮家。いくらお金が欲しいからといって悠仁さまの教育費にまで手をつけるのは本末転倒と言えるのではないでしょうか。確かに秋篠宮家が内縁皇族になっていれば悠仁さまの教育費はすべて国費で賄われ。 帝王学に必要な充実した留学なども存分にできたかもしれませんが中黒中黒中黒今皇室にとって必要なことは愛子さまと悠仁さまのお立場を明白にしてお二人とも大切な皇族であるという観点からしっかりとした土台を築いていくことでしょう紀子さま及び秋篠宮家はいつまでも天皇家に対して威嚇している場合ではないのです以上が三つ目の記事の内容です 何と言いますか記事では秋篠宮家の品位を保つために悠仁さまの教育費まで犠牲にしているようですが中黒中黒中黒。そんなことをする前に、36億円とも言われる秋篠宮邸の改修工事費を少しでも抑えるよう努力すべきですよね。そもそも生活費を含め秋篠宮家が使うすべのお金は、国民の税金なわけです。光熱費が私費だったとしたら、 一体なぜそこまでの高額費用をかけて改修工事をする必要があるのでしょうか。建物の維持費だけでも大変だと思いますよね。男性候補がいても。手腕を期待されて即位された女帝も存在しますし、後見天皇に至っては王子を押しのけて皇太子に立たれていました。歴史を都合よく解釈して、論拠とするのは避けるべきだと思いますよね。 歴史という縦軸をつないでいくことはもちろん重要だが、今という横軸もまた重要だと思った方は、応援してください。こんにちは。令和の時代においても、皇室内で権威を振るおうとしておられる道子さま。今回は、雅子さまと愛子さまを、美智子さまの陰謀から守るため天皇陛下が下された決断が話題になっています。一体どういうことなのでしょうか。 その内容をお伝えしていきます。合わせて、愛子さまが読まれたが絶賛されているわけについても一緒に紹介していきます。ぜひ、コメント欄にあなたの感想を記載してください。1月18日に皇居で行われた歌会始めの儀楽行を優先し、宮殿中黒松の間に愛子さまは来られませんでしたが、ともというお題で寄せられた歌が紹介されました。 もみじ葉の散りしく道を歩みきて浮かぶ横顔ゆうとの家路、という歌を読まれた愛子さま。この歌が、今、専門家たちからも絶賛されています。歌人の梅内美香子さんは、愛子さまは、ほとんどオンラインで講義を受けられてきたと伺っています。友達と一緒に歩いた学校の帰り道を思い出したことを読まれ。 コロナ禍でなかなか会えない日々という時代背景を描き出されているのでしょう落ち葉を踏む感触から記憶へ至る流れがとても自然に表現されています。横顔というお言葉から並んで歩いた友達との親しさが伝わってきます。また、チりしくという表現は正統派の和歌の作風を感じさせますし紅葉の乾いた匂いや逆さという音靴底のふかふかした感触なども読む側が思い浮かべることができます。 愛子様がお小さい頃から百人一首を楽しまれていらしたという記事を拝見したこともあります。和歌を読むとき、自然に季節と心情を重ねる英法を身につけていらっしゃるのではないでしょうか、と語っています。愛子様の文才は、愛子様がまだ幼少の頃から注目を集めていました。幼稚園のご入園前から七五丁の歌や俳句を作っておられ、 中等科時代に卒業文集に掲載された世界の平和を願ってというタイトルの作文は多くの人の心を打っていました。今回読まれた愛子さまの歌に国民からも賞賛の声が上がっています。ネットニュースのコメント欄では愛子さまは本当にお考えを的確に表すお言葉選びが素晴らしい方です。平和に関しての作文もそうですが頭の良さだけでなく 両陛下の背中を見ながら育たれたのでしょう。将来の活躍に期待してしまいます。愛子さまは、和歌を読まれる時には幼少時より自然と季節感と心情を重ねられる栄法を身につけていることは素晴らしく、賛美されると思います。このような知的で品格を保たれた愛子さまは、ぜひに時期好意継承にふさわしいと拝察いたします。というコメントが書き込まれていました。 これからも、愛子さまのご活躍には期待したいですね。しかし、このように、国民からの敬愛を受ける愛子さまに対して、美智子さまはよく思われないようです。1月2日に、3年ぶりとなる新年一般参賀が行われ、その時の愛子さまの立ち居振る舞いは、多くの国民からの賞賛を集めました。一般参賀に来た人たちは、 もしかして愛子様にお会いできるかなって思ってなんかすごく心が和やかになりますね。愛子様の笑顔を見ると。と話しており愛子様の姿から国民が励ましを受けていることは明らかです。一方で上皇ご主催は、発熱などの風邪の症状が出ており、万全の体調ではない状態で、一般参加に出席しておられました。当然、職員らは出席を見送られてはどうか、と提案したのですが、 上皇ご夫妻は、無理を通して、参加されたそうです。ニュース報道では、こうした行動が美談のように語られており、上皇ご主妻は大事な新年行事をないがしろにできないという固い気持ちで望まれたと思うと表現されていました。また、繰り返し、ほぼ回復されているといった報道されています。しかし、実際には、 今回、みちこさまがコロナやインフルエンザに感染している可能性があったにもかかわらず、一般参賀に参加された背景には、雅子様や愛子さまに感染させるという目的があったようです。こうした非常に危険な状況から、雅子様や愛子さまを守られたのが天皇陛下でした。新年一般参賀では、皇族方全員がマスクを着用していた理由について、宮殿の両陛下らが立たれた場所は、 換気が難しいこことと限られた空間で比較的密になること皆さんは、今回の天皇陛下の勇気ある決断によって、雅子さまと愛子さまが守られたことについて、どう思いますか天皇陛下の、雅子さまと愛子さまを守る行動に感動したと思われた方は応援してください。の興味があるものがありましたらぜひ、ご覧ください。